なんでずっとこの村にいるの？いろいろ選択肢はあったんじゃない？なんわけねえだ。こいつ犯罪者の息子よ。お前だってこの村早く出てえだろ。ずっと一人で戦ってたんでしょ、あんなところで。人生逆転するなら今だ。これ村長もう全員知ってるってことっすよ。この村ヤバすぎでしょ。これって積み上げてきたもの全部なくなるんだ。わかるな？この風景が怖かった。全員が同じ表情で同じところに向かう。閉ざされた村に宿る光と闇。お前この村にいらねえんだよ。変なこと待ってんだよ。逃れられない運命の果てにあるものとは。ヴィレッジ。